どうもショータイムゴルフです。今日はですね、アメリカはアラバマ州にやってまいりました。今日ここはパー4で472ヤードで、僕が打つ距離のところにはバンカーがあるんですね。だからバンカーの右のフェアウェイを狙っていきたいと思います。で、右はもう傾斜で林に全部転がっていっちゃうんで狭いんですよ。一番距離もあるし狭いということで、多分このコース一番難しいパー4ですね。ここはバンカー入んないで、くそマジか、バンカーじゃない、これ最悪だやった、最悪ですね。俺のボールはバンカーに使いました。本当に190ぐらいあるんですよ、打ち上げで。まだ頑張りたいと思います。手前に刻みます、6番で。持ってきました。バンカーのグリーン手前のバンカーまで。ピンはここです。うまいんじゃない？こっちからピン近かったんですけど、スピンでうまく止めれることができました。このパーはでかい、嬉しいな。あそこからパー取れるわ。これはナイスパーですね。最高です。フェアウェイの真ん中にバンカーがあるんですけど、バンカーの右のフェアウェイを狙っていきたいと思います。この杭ですね、杭当たりに打っていければ最高。バンカーか。お、越えた。バンカー越えた。これめっちゃいいとこ行った。よっしゃ。俺のドライバーはここまで来ました。あそこに、ここにバンカーがあるんですけど、バンカーをキャリーで越えてここに来ました。ピンまで229ヤードなんですけども、簡単だと思いきや、非常にグリーンがちっちゃいので、グリーンちっちゃいので、右はもうすでにすごい落ちてきちゃうんですね。ここに打つと左行くともう段越えの難しいパターンになってパー取りづらいですということで、もう狙うところは1点しかありません。上げてるのでユーティリティで行きます。グリーンの手前、まあいいでしょう、あそこならバーディー取れる。はい、俺のボールはここに来ました。なんかここにね、キャリーしたのにバック戻るっていうね、転がればちょっとナイスオンかと思ったんですけどね。はい、16で来ます。やべ、ダフった、うわ最悪、バーディーリベンジ。パスリー15番、230もあるのにこれなんですよ、池越え。
非常にアメリカらしいパー3。これ本当に良いな。はい、行っていきましょう。4番アイアンで。ちょっと大きめに。うわ、最悪だ。最悪だ。左に乗っちゃったよ。一応ナイスオンだけど。はい、俺のボールはこれですね。ピンが右なのに左に行ってしまいました。学生の試合の時にね、同じシチュエーションでからコーチの目の前で5バットをしてコーチにぶち切れられた思い出があります。そんなホールです。ここはは352ヤードのパー4です。で、これはドライバーだと突き抜けてしまうのでユーティリティで刻みますね、左側に。それもしくはここからドライバーで打ってワンオン狙いということですね。今日ワンオンいっちゃいますか。今日はね、ピンマン286なんでスプーンでいきます。じゃない？ピンスジェッタ。いやー、素晴らしいショットでしたね、これは。マジでこれですよ、パー4の一打目。これは決めたいね。どっち曲がるか分かんないんだよね、でもね、多分。多分フックかな。下手。214ヤードパー3で行ってます。グリーンの左はもうずっと左に転がってっちゃうので、なのでバンカーのこの右の上ぐらいまでがいいですね。だからこの間の幅に収めないとバーディーがきつい。ピンまでが205ヤード、6番で行きます。左のラフに止まった。危ない危ない。俺のボールは落としたの。グリーンの左のなんか変なところにありました。マウンドを越えて、マウンドから下ってるので上げて止めたいと思います。よし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 、2メートルぐらい。ナイスボール。これはでかいな。ナイスパーでした。最終ホールは476ヤード。これもね、左のバンカーに入るんで、バンカーの右のフェアウェイに狙って打ちたいと思います。うわー、バンカーじゃんこれ。ちょっと前足上がりだったんで、ちょっと左行っちゃいました。俺のボールはバンカーに入りました。
入っちゃいけないって言ったのにね。こんなねフェアウェイが狭いんですよ、バンカーの右のフェアウェイは。しょうがないですね。182ヤードで打ち上げて上げてるんです。5番アイアンで一番バンカーの左へ行くと狙いパー取りづらいんで右から。バンカーからの2打目はここにつけました。ナイスショットですね。ここに落ちてここに止まりました。同じ段に乗せることができました。もう少しでも右行くとね、もうあっちまで行っちゃうので、グリーンの端まで行っちゃうので、そしてここよりもねちょっとでも弱かったらこうやってっちゃうんですよね。ずっとちょっとね段差があるんですけど、これより手前だともうずっと手前まで落ちていっちゃいますから。素晴らしいショットでした本当に。強く帰りたい日本に。アメリカ最後のパット。うそマジ。やっと切れたか。ね。しょうがないですね。まあでもリベンジ成功す。リベンジ成功しました。ありがとうございました。はい、ということで終わりました。なんとか今回アンダーパーを達成することができました。69ですかね。60台で回ることができました。それではこの動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。いいんじゃない？ピンチ10ターン。